大家好，我是大叔 Pizza。 这个时空裂缝十四章第六节普通模式，出场阵容有乃骑、海恩、雪妮、露娜和雷丁。这关的隐藏宝箱就在右上方的100个圣魔晶，右下方就有一台无视距离的老跑车，那就会降我方移动的。所以进场的时候将雪莉传送过去，将老跑车和旁边的飞兵一起收拾。 Boss 的 AOE 范围很远的，陨石本身四格再加天赋三格就等于七格，所以我是等海恩传送的 CD 好了，然后再一次送雪莉上去直接秒了个 Boss， 然后再发动落跑公主自己一个人去拎宝箱。咁杀咗 boss 之后啦，就会触发敌方喺左下方有增援嘅。咁打死咗个 boss 之后啦，呢关其实都已经再冇威胁噶啦。咁啊，祝大家顺利通关，拜拜。行くぜ。準備完了。行くわよ。頑張ろうよ。なになに？はい。よし。正面突破。準備完了。一人も逃しません。消えなさい。頑張ろうよ。行くぜ。勝負をつける時が来たな。頑張ろうよ。え？もう私の番？頑張ろうよ。準備完了。一人も逃しません。消えなさい。行動スタート。はい。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。行くわよ。行くぜ。
ロースタート。え、もう私の番？まだ終わらないよ。準備完了。準備完了。準備完了。はい。行くぜ。そうだ。よし。頑張ろうよ。つける時が来たな。頑張ろうよ。行くわよ。頑張ろうよ。はい。よし。よし。行くぜ。正面突破。もう私の番？行動スタート。覚悟しなさい。はい。よし。頑張ろうよ。そうだ。頑張ろうよ。行動スタート。